前がかっこいいもん。7歳になるとね、僕ね、引っ張らせて出ます。ゆうしてすごいキュッチュしてなんでしょうね。いつも宿題ができるようになりたいの。それで響きに教えてやりたいの。宿題教わるの？違う、響きにさ、教えたいんだって。そう、大変だね。だから7歳がいいって言ったんだよ。7歳がいいって言ってる。響きは今7歳でしょ。うん、それでマックは7歳がいいって言って、うん、言ってんの。うん、私なんて1歳もまだ6歳だとさ、うん、大変だな。6歳だと、まだ幼児だからできないって言うの。幼児だからさ、うん、幼児だからまだ何もできませんって言っちゃった。ゴシゴシゴシ、あんたゴシゴシ、あんたゴシゴシ、ジャンプ、お顔ピョンって手ついてビーってね、ビーって泣いちゃって、ビーって、うん、まんまるって、チューしてます、チューして、すごいチューチューして、なんでしょうね、なかなかかっこいいね、きっぱりして。今日もね、夕焼けすごいけど虫もすごい。虫が半端じゃないね、今日は。雨上がりで行くよ、マック。虫が虫、細かい虫、川辺はカニがすごいしね、マックね。もう早々と今日は違う場所に行きましょうね。はい、行こう。よし、あー、蚊がすごいね。小さな虫と蚊がびっしりと刺さっちゃうね、マックな。今日違う場所に行きますよ。ここはダメ、道も混んでるし大変。ではでは。